鉄道好きの人になってるじゃないですか。すげえ電車好きな人いちょっとね、よろしくお願いします。YouTube イエス、はい、U字工事の YouTube ってことです。 ありがとうございます、はい、U字工事の YouTube あ、 ありがとうございます。ちょっと唐突だったんでテンションは低いです。ありがとうございます。男兄さんはそっちは、うん、今日は旅発見で群馬県の赤城ですね。 旅発見で赤城山登りましょうよ。バンだ、今日はバンですね、今日はバンです。営業さん、おー、ほんとだ、途中一番途中で俺ながら最低ランクの迎え役バンです、今日は。昨日雷と仕事だったんですけど、雷に聞いたら、俺たちはそのバンの車なんか乗ったことないですよ、雷さん。雷バンボックスです。へぇ、バンです、バンで、バンで、昨年もいろんなことありましたけど、これぐらいの感じで、はい、去年も、はい、今年も、一応孤独の部分で7年ぐらいで、どうも、ピチコです。旅発見ですけどね、はい、どうですか。今日電車いっぱい乗るみたいな。じゃあ、よろしくお願いします。はい、チーム。イエーイ。いやー素晴らしい。ありがとう、わしーくん、ありがとう。ああ、行く人もいますけど、本当に好きな人は。暑い、大丈夫です。暑いけど大丈夫。中暑い、中暑い、中は暑い、そりゃそうだよ。本当の構えですね。やなディレクターみたいな。これだけの量を見ると、当時普通で1年だったって本当分かりますね。もうそれだけ大きなそのマーケットに対して他社で供給してたわけです。なんか購入しないの。俺大丈夫です。桜買うんじゃないですか、あんた。え、マジで。これ俺ので、これ純一さんにあげます。ああ、いいね、いいね、これね、これね、純一さん、はい、ランタン前も持ってる。ヴィンテージランタンってことでしょ。うん、なんすかね、作りはね、そんなやっぱりあれなんですけど、いや、ガラスでしょ、ガラスがやっぱすか、怖いですね、はい。うん、全く分かってない。何を撮っていいのか。なんか裏を撮りたいんだけどさ。あ、裏ね、裏ほぼさ、裏こんな感じ、何もないんだよ。そうですね、逆にね、まあ、今多分今はもう時間的に福田が腹減ってるような時間ですね。こんなったらラーメン食ってんすかね。そこで台湾行って地元そこ先々の、今日はなんか駅弁が食べられるってことなんで我慢します。いただきまーす。でかい。うん、うまい。お、ロケ中に一食食ったのにさらに追加で。なんで食わねえの。いや、もう腹いっぱいだろ、普通に。いや、いつも食ってたらアホみてえに。舞茸天素だ。うまそう。2杯目いって。そして、小西マネージャーもすいません、しっかり食べてます。ただただついてきて、ただただ飯だけ食わせてもらうっていう、もう本当申し訳ないです。ありがとうございます。ソースカツジュース。うん。ありがとうございました。美味しかった。うん。ちょっと電車の時間あるんで、うん、待ってて。休憩中。休憩中ですね。で、まだ移動して、うん、ちょっとやって、いいものです。素晴らしい。はい。
はい、というわけで今回も本当に知らないことばっかりでごめんね、ごめんね、お伺いしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。何でした。今日はやっぱりあの栃木テレビさんのロケだったんで、はい、なんですか、こう東京の前と違ってリラックスしてやらせてもらってすごく楽しい一日でした、うん、のんびりと、のんびりっつうかね、今日は群馬だったんですかね、うん、こういうところで結構栃木の情報とかも入れたりして、うん、あの東京に持ち帰ってまりしてますね、うん、あとこう小西さんに来てもらったと思うんですけど、一応うちのマネージャー兼社長じゃないですか、うん、1日これついてきてて、うん、会社どうなってんのかなって思ってたんでなんとかなってんですよね。いやいや、社長はね、うん、やっぱちょこちょこパソコンこうやってたり大事くった、ちゃんとこうやったりしてやってますから、うん、あ、本当ちゃんと働いてます。あ、なるほど。逆に言ったらこれやりながら撮影しに来てますからなるほどね。三刀流ぐらいでやってますから一応。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。やりたくねえな。藤川博之です。お疲れ様でした。